皆様こんにちは。ペットリフォームのシラフ榎本です。今回はダックスフントについてご紹介します。ダックスフントはドイツ語でアナグマ犬を意味する狩猟犬です。ダックスフントの特徴は胴長短足、も長な顔、下に垂れた耳、突き出た胸などです。ダックスフントの性格は友好的、落ち着きがある、やんちゃで遊び好きなどがあります。飼育時の注意点は胴長短足であることから腰、股関節に負担がかかりやすいため、滑りやすい床や路面の歩行に注意が必要です。また垂れ耳であることから細菌などによる外耳炎にかかりやすいため、適度な耳掃除が必要です。皆さんもダックスフントを飼ってみてはいかがでしょうか。ペットリフォームのご相談、お見積もりはシラフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。